の方はちょっとこの外で待機して、まあ、出てくる人の感想とかちょっと入江さんと一緒にインタビューしたいなと思ってます。うわもうリザード来てるとめっちゃ見るよ。すごっ、めっちゃ飲んでるじゃないですか。そうちょっと行ってみません。ちょっと行ってみますか。じゃあまあ今のところまだです、ね、今のところあれですね、開始早々なんで。開始早々だからね、はい、どっから来たんですか。静岡です。えぇ、ー、ハンバーガー食べに。すごいですね。初めてですか。初めてです。緊張してます。緊張してます。もう大盛況。大盛況。すごい髪の毛の人来た。おありがとうございます。耳が聞こえなくて。なるほど、優しい、はい、ありがとう、頑張ります。ありがとうござい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 ます。カバ狙ってるんで。嬉しいな。でもやっぱ耳聞こえなくてもフルテロップ入れてるから伝わるもんがあるんだなと思って嬉しいですね。バイバイ。YouTube 大丈夫ですか。耳が聞こえないですけど。あ、じゃあすごいですね。コスプレで、あの伊藤ひかるさんをイメージして、赤ちゃん連れてて、同じパーカー着てる人いるんですけど、その人が友達で、今出てきたあの人が、ひかるさんに憧れすぎて、娘さんの名前もひかるなんです。マジ？ただ名言してる。ひかるの父さんって、からあげ作れます。からあげは作れるでしょうけど。